けじゃないか。ただいまより女子団体ブロンズメダルマッチの選手紹介を行います。向かいまして七的の愛媛県工場高等学校本部美穂選手、矢野朝香選手、吉野内琥珀選手、予選順位11位からの勝ち上がりです。対します八幡の香川県立香川中央高等学校熊野美穂選手、東原結香選手、須田真央選手、予選順位4位からの勝ち上がりです。ラインジャッジは荷星審判員です。先行は八幡香川中央高等学校です。それでは選手が準備をしてください。ただいまより平成27年度全国高等学校総合体育大会アーチェリー競技大会高円宮支配第48回全国高等学校アーチェリー選手権大会女子団体ブロンズメダルマッチを開始します。第1セット、間に合いましたよ、はい、4点ありがとうございます。どこ？8点。10点。
6点。9点。ただいま女子ブロンズメダルマッチ第1セットが終了したようです。長野と北条高校49点、鹿島と佐川中高校37点で北条高校が2ポイントアップで次の第2セットに進んでまいります。第2セットは鹿島と佐川中央高校が先攻で戦います。第2セット
して。九点。九点。九点。
第3セット。7点。9点。ただいま第3セットが終了いたしました。速報によりますと、どうやら勝敗が決したように思われますが、正式な結果をこの後待ちます。結果が出ましたらば放送いたしますので、しばらくお待ちください。
お待たせいたしました。ただいまの対戦の結果が出ました。選手並びに審判員は得点ボードの後方にお並びください。それでは皆様、得点ボードをご注目ください。ご覧の通り、北条高校が6ポイント、香川中央高校、残念ながら0ポイントで、今年度の第3位、北条高校となります。素晴らしい対戦でした。もう一度大きな拍手をお願いいたします。写真の方はよろしいでしょうか。それでは、アクションを手対戦を終了してください。お疲れ様でした。この後行われます男子ブロンズメダルマッチは準備ができ次第の開始を予定しております。ブロンズメダルマッチに出場されますチームの方は店舗の方でご準備ください。